いらっしゃいませ、勝俣博物館へようこそ。館長の勝俣龍也です。ということで今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダービルド、バイク変形デラックスビルドフォン、なるって書いてありますね。なるんだ。当時っていうとまだ最近ですけど、買ったばっかでそのまんまにしてずーっと置いといたんですよね。ライオンクリーナーのライオンフルボトルが付属ということで、値段もいくらだったかな ?2000ちょいぐらいだったかな。はい。ビルドフォンモードで音声発動。キリュウセントのボイスが鳴るみたいです。説明書がここに入ってて、フルボトルとビルドフォンが入っております。あ、結構がっちり入ってる。ここを取って、こんな感じね。で、ライオンフルボトル。OK。じゃあ見ていきましょう。結構でかい。入ってる。おーおーおー。ライオン。これガチャポンでもう何回も見てるな。ガチャポンです。さあ、そして、こちらが、ローズアタッカーみたい。やっぱスマートフォンというか、こういうなんかね、ロックシードですけど、あ、電池は LR44 かなこれ。そうですね。LR44 2つということで、絶縁シート抜きまーす。はい。抜いたはいいけど。あ、着信音だ。やっぱ携帯電話型のおもちゃってのは音が小さいんですよね。子供が耳に当てて、なんか変なことにならないように。これで終わりだな、多分。ビルドフォンモードはこの5種類の音声がランダムじゃなくて順番になるよと。さあ、それでは、変形します。ボトル装填部にライオンフルボトルを装填します。ここだね。タイヤを出してだね。後輪が出てきます。刺せば出てくるってことか。お、ほんとだ。刺さった状態で押したら、あ、変わんねえんだ。ここのボタンは押しても変わんないですね。そしたら画面下部。はい。こうします。で、ビルドフォンを図の向きにします。こっちね。はい。で、これを、おー、はい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 。すげえ、すげえ、急に音でかくなった。ビルドチェンジっつって、もう一回いきますよ。ほら、ほら、明らかに音が違う。すげえ、できたじゃん。もうできちゃったじゃん。おお、すげえ、こうやって置ける、しっかり。うおお、できたー。で、またここでも音声が鳴ると。俺はキリュウセント、仮面ライダービルド。おお、全然音でけえ。これバイク走行音。バイク走行音が必ず間に入ってきます。勝利の法則は決まった。さあ、行こうか。これでフィニッシュだ。今のはバイク必殺技音ですね。なんかこの3番目のやっぱ俺の発明品は最高だなって書いてあるんだけど、これ最高だって聞こえたんですけど、違うかな。ほら、最高だーって言ってる気がする。もう一回。これでフィニッシュ。俺はキリュウ。やっぱ俺の発明品は最高だ。ほら、絶対言ってるよな。最高だーって。
ライオンフルボトルの外し方は、この、ここですかね。これを押しながら、あ、そうですね。ここのボタンを押しながら、外すと外せますね。やっぱこれないとダサいかも。あ、でもまあ言うて普通のバイクの形してるか。なかなか、思ったよりいいおもちゃだな、これ。普通に。最近バイクの出番ほとんどなさそうに感じますけどね。なんかもう肉弾戦ばっかりで。バイク、このバイク登場するシーンがないような、そんな気がします。この上にボトルチェンジシリーズが置けると書いてあるんですけども、僕が持ってるフィギュア系で今近くにあるのはスカルということで、スカル。あー、乗っかるね。確かに。うん。乗っかるわ。全然ちょうどいい感じです。はい。ということで、今日も紹介したのは、こちら。ライオンクリーナーに関してはこれでしかね、デラックス版はないので、あとは食玩、まあ、さあガシャポンで手に入れるしかないと。はい、ビルドフォンでございました。それではまた明日。